信濃毎日新聞をご覧の皆さん、こんにちは。グッバイブリです。ボーカルの倉科です。ギターの吉田です。ベースの遠本です。ドラムの津野健です。はい、僕たちグッバイエプリル、今回ね、あの記事に載せていただいて、はい、読んでいただいたと思いますが、ありがとうございます。ありがとうございます。この度ね、グッバイエプリル、4月にメジャーデビューしまして、ブランニューメモリーという曲をリリースしました。はい、まあ、あの僕がね、長野県佐久市出身なんで、新米さんにもずっとお世話になっています。うん、で、まあ、本当に読んで育ってますから、はい、もう本当に、ね、体のこの辺までは新米です。まあ、僕らもね、その作、特にこうとりわけ作にライブにこう、はい、行く機会も多くて、そうですね、はい、であのイオンモール作ダイラーさんではね、あの僕らが作ったイメージソングが今も、うん、あの毎時流れてますから、はい、ありがとうお世話になってます。まあ僕ね、地元のその FM 作ダイラーで番組もずっとやらせていただいているので、毎週火曜日の夜19時からリメンバーズって番組もやってますので。まあ、引き続きね、信州の皆さんにはあのお力添えいただけたら嬉しいなと思います。なんか信州の思い出とか好きなところとか、うん、どうですか？もうなんか野菜がびっくりするぐらい美味しいですよね。そうそう、ありがとうございます。水もね、美味しいです。水も美味しい。お蕎麦も美味しいです。お蕎麦も。お酒も美味しいです。食い物と飲み物しか言わないから。唐揚げも美味しいですし。唐揚げも美味しいし。唐揚げもね。さくの。サクダイヤのイオンの中に入って唐揚げ美味しいんですよね、あれ。いや、美味しい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 。みんな優しい、みんななんか、うん、そうね、みんなポカポカしてて優しいから、うん、本当に奈良に来るたびに癒されてます。サクダイヤ以外にも行きたいですね。行きたいな、はい、全県各地あのライブとかで行けるように頑張っていきますので、はい、ぜひあのその時はね、あのお会いできたらと思います。ということで今日はありがとうございました。以上、グッバイエプリルでした。